ら好みの心置きなく。皆さんこんばんは、小原好みです。この番組は私小原好みがいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。本日は2月5日、2月に入りました。そして昨日は映画大好きポンポさんが E テレで放送されたでしょう。改めてご覧になってくださった皆さんありがとうございます。なんかあれに撮ったのが、収録したのが2020年とかなんですけど、確かもうだいぶ時間は経っているんですが、なんか昨日のことのようにこうアフレコだったりとか、なんか皆さんに見ていただいた時のこう舞台挨拶での景色とか覚えてるんですけど、改めてなんかこう私も見返すたびにいい作品に出させていただいたなと感じております。気になった方、今年入ってからかな、結構配信サイトが増えたので、よかったらご覧ください。そして今日は街角魔族2丁目のイベントがあったんですね。どうだったんでしょう。シャミ子みたいな感じだったのかな、私は。歌があっただろうから。はい、多分頑張っていたとは思います。来てくださった方、ぜひ感想お待ちしております。はい。それではそろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。いただきました。最近スキップしましたか？してないな。小原好みの心置きなく。改めまして小原好みです。スキップしたのはスタプリの収録ロビーで、アフレコ終わった後ロビーでいつもイエーイ終わった、違う、あれスキップじゃない、走り回ってたんだ。27の私が、27歳の成人女性が走り回ってるってやばくない？その動画あるんだよな、携帯に。スキップは、ないなぁ。みんなスキップしてる？最近。なんか、やっぱなんでもない。はい。ちょっと普通お便り読んでいきますね。ココネームケンジさんです。ココちゃんこんばんは。こんばんは。いつも楽しく配置をさせていただいております。ありがとう。先日子供たちとクレヨンしんちゃんを拝見していると、何やら聞き覚えのある声が。エンドクレジットでココちゃんのお名前を見て、うわやっぱりと思いました。埼玉のご当地ヒーローの一人という癖の強いキャラを演じられていて、家族で笑いながら鑑賞させてもらいました。しんちゃんや埼玉紅さそり隊との共演はいかがでしたか？アフレコ時のエピソード等ございましたらお聞かせください。はい。なんと、クレヨンしんちゃんにも出させていただきました。嬉しいです。なんか私が子供の時から見ていたアニメに出させていただくっていうのは本当に光栄というか、ありがたいというか、アンパンマンにもちょこちょこ出させていただいた時もありましたし、あとはドラえもんだと、テレビアニメではなくて、劇場版の方に、お邪魔させていただいたりとかして、で、今回はしんちゃんってことで、しんちゃんいつか出れるかなって思っていたら、このような形で、しかも、埼玉のさ、勝手にやってんだけど、自称ご当地ヒーローみたいな感じだったんだけど、嬉しかった。あ、じゃあやばい。なんか嬉しさが飛び跳ねて、なんて名前のキャラだったか今ど忘れしちゃった。そう、ネギ推しの。ハトコちゃんをとにかく演じたんですよ。そう。いや、もう、緊張ですよ。マジで。ドラえもんの時もそう、アンパンマンの時もそう、レジェンドの方たちがいるから緊張はするの。そう。で、アフレコするんだけど、いや皆さん優しいんですよ。でご挨拶して終わって、またご挨拶しにロビーの方に向かったら、
あのロビーに大きいテーブルがあって、そこにしんちゃんのグッズがうわーって並んでていっぱいあったの。ルームウェアからぬいぐるみやらクッションやら靴下やらなんかストラップとかガチャガチャ、なんかガチャガチャもあったんだけど持ち帰るの忘れた。そうあって、そうしたら先輩方がさ、でも持っていきなよかったら記念になるしさとか言って、足何センチとか言って、23とかですかね、あこれいいじゃないって言って渡されたのがしんちゃんの靴下で、あじゃあぜひいただきますって言ってしんちゃんグッズを持ってあの帰りました。いやなんか貴重な機会、しかもしんちゃんはもちろんのことさ、あの紅さそり隊の皆さんって前は前は出られてるわけじゃないじゃない。だからそんな皆さんにもこうお会いというか掛け合いすることができてすごく幸せだった。なんかあのなんだろう、しんちゃんもそうだし、どのキャストの皆さんもそうだけど、ちゃんとこだわって撮られているんですよ。そう、子供たちに向けてのアニメだけど気を抜かずに、もう何20年以上、今年30周年なのかな、しんちゃんかな、どうだったかな、そうで何十年もそうやってしんちゃんを、しんちゃんの歴史をこう紡いでってるんだなと思うと、ああすごいことだなって思うし、なんかそんな大きな作品出られるのは幸せでしたね。ちょっとふざけたキャラをやってましたが、私とっても幸せでした。はい、では続けて読んでいきます。ペンネームザ・マウンテンさんからいただきました。ありがとうございます。小原さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。毎回楽しく聞かせていただいております。ありがとう。新年早々、私は友人に頼まれてとあるデパートの福袋を購入しに、朝早くて寒い中行列に並びに行きました。なんとか目的の福袋を購入し、その後友達と別れて自宅に戻ったのですが、一気に疲れが出てしまったのか爆睡してしまい、気がついたら夜になってほとんど一日を終えてしまいました。小原さんはお目当てのものを購入するために行列に並んだ経験はありますか？私正直あんまり行列に並ぶってことなくて、アトラクションとかだったらあるけど、あとはそう、先日その川越に初詣に行った時、いつも川越に行くと熊野神社と氷川神社をお参りするんですけど、ご挨拶みたいな感じで、初めてね、あの熊野神社で40分並んだっていうぐらい、あの参拝するのに並んでて、そう不思議な感じだった。だから普段はスーって通っちゃうけど、何があるかっていうのをよく観察できたかな。あの狛犬っているじゃないですか、神社に。あの狛犬が乗ってる台座に何が書かれてるとかちゃんと見たことがなくて、そういう文字とかも多分何か意味があるんだろうなって、もう学がない私にはちょっとわからなかったんだけれども、そうとかね、なんか結構まだまだ見ていないところたくさんあるんだろうなって思いました。あとはまあ福袋で言うと、私無印で働いてた時に、あの福袋のセッティングをいつもしていて、今はあのネット販売なんですよ、ネット抽選で販売してるんですよ、無印の福袋って確か。だけどあの当時私が働いた時は普通にお店で買うっていう感じだったから、服感とかあと女性用とか、無印の福袋ってね透明だったんですよ、だから中に何が入ってるってわかるんだけど、そう、それを大晦日かなの日にわーって閉店後並べて、なんか並ぶためのなんかこうテープみたいに作ったりとかってやってて、確か元旦出勤したことあったかな、なかった気がする。なんか LINE でこんな感じだったとかって言って教えてもらって、なんか無印も大変なんだなっていう風に思った覚えがありますね。はい、みんな福袋買いましたか今年？私は福缶を無印で買いました。抽選に当たったんで、可愛いウサギの置物が出たので飾っております。はい、では続けて、ここネームホワイトブルーさんです。小原さん、こんばんは。こんばんは。私は昨年末とある決心をしました。
私は首都圏を離れ実家のある青森県に戻ることにしたのです、高齢となった両親が気がかりで毎週電話をかけたり長期休暇が取れた際には必ず実家に帰ったりとできるだけ様子を見に行っていました。高齢といっても両親は62歳ではありますが会うたびに少しずつ老いていく姿を見て近くで見守っていたいと思い決心しました。首都圏を離れることで様々なイベントに行けなくなったりはしますが、オンライン配信もありますので、遠い地から小原さんを応援していきます。小原さんは最近ご実家に帰ったりしましたでしょうか？またご実家の思い出話はありますでしょうか？というメールです。いや、ホワイトブルーさん、とても大きな決意、決断をされましたね。でもご両親は嬉しいんじゃないかな、多分。いや、両親は62歳。うちの両親も、父が61、母がもうすぐ、60歳、還暦になるので、年は近いですね。いや、なんかね、私も、実家帰ったんですよ。年末に。で、フィルム写真を大量に持って帰ってきて、データ化したんですけど、やっぱり、もちろん、私が生まれた直後からの写真なんで、両親が29歳、30歳ぐらいからスタートしてるんですけど、なんかやっぱ改めて、それは若いから、そうなんだけど、若い時の写真で見比べてるからそうなんだけど、ああ、うちの両親も年を取ったんだなって思って。そう。なんか、ただ、どこどこが痛いとか、検査、なんか、定期検診に行ってくるとかって話は聞くんだけど、でもなんか、あ、二人ともちゃんと年を感じながら年を重ねてるんだなと思って。で、なんだっけな。父はね、50歳過ぎても白髪が生えることなくて、白髪生えたのここ2、3年ぐらいなんですよ。そう、ずーっと黒髪で、ふさふさで、そう。でね、今もそうだけど、若い時のパパってすごくかっこよかったの。うん。恥ずかしい。で、母はめちゃめちゃ綺麗だったの。そう。で、なんかね、黒髪でロングで片方に三つ編みに湧いて、なんか、真っ赤ほどじゃないけど、なんか赤いリップつけてっていうような母だったんだけど、今はね、なんか白髪混じりの、なんかもう遠くから見るとグレーみたいな感じの、髪色してるんだけど、もう絶対に染めたくないんだって。このまま真っ白になりたいって言ってて。で、なんか、年を取りながらの楽しみとかを、二人なりにこう探してるんだけど、父はやっぱりなんか、還暦を迎えた時に、なんか、シニア割とかにこう入ったっていうことで、ああ、自分がこう、高齢になってきてるんだっていうのを感じた時に、ちょっと寂しさを感じたって言ってて。そう。で、12月が父の誕生日なんだけど、まあ父の誕生日っていうのも含めてちょっと遅れてではあるんだけど、ゴルフバッグをプレゼントしたんですよ。そう。若い時に母からプレゼントしてもらったゴルフバッグをずーっと使っていてボロボロだったから、そう。よかったらって言って。そしたらなんか喜んで、なんかゴルフの打ちっぱなしっていうのあれに行ってるんだって。でもなんか母は、また打ちっぱなし行ってるよとかって言うんだけど、なんか、一人で行くのもなんか、まあ慣れてるんだろうけどと思って、なんか今度打ちっぱなし行くところ見たいなって言ったらもう秒で LINE 返ってきて、じゃあ今度一緒に行こうって父に言われたから、そうなんかちょこちょここう4人で、弟も含めた家族4人で過ごす時間とか、なんか母ととか父ととかで過ごす時間を増やしていきたいなって思う。今年の目標は、の一つで、父と野球観戦をしに行くのが一個の目標です。はい。ホワイトブルーさんもなんかぜひぜひ親孝行、まあもう家に戻った時点でもそうだけど、たくさん親孝行してあげてください。はい。ありがとうね。では、続けて、ココネーム、かわらっちゃさんです。ココちゃん、こんばんは。こんばんは。先日僕は成人の日を迎えました。おめでとう。大人の仲間入りを果たした自覚とともに、これからの人生をより楽しく充実したものにしていくために、多くのことにチャレンジしていきたいと思います。素敵。成人式の前日には高校の同窓会、当日には中学
校の同窓会が開かれ、たくさんの人に一度に会ったので疲れましたが、思い出話ができて楽しかったです。特に中学校の友達には容姿が大きく変わっている人もいて、初め誰かわからないみたいな場面もありました。笑。ココちゃんの成人式はどんな感じでしたか？成人式や同窓会での思い出なども聞いてみたいです。いいなぁ、いっぱい思い出あって、そして素晴らしいよ、大人の仲間入りを果たした自覚とともにって。私自覚なんかなかったからね、20歳だってみたいな。お酒飲める年だよって言われたけど、言うてそこまでお酒に興味ないから、とりあえず乾杯するけど、うえ、美味しくないっていう感じだった。あとはそうだな、私この時にはもう役者の仕事をしていたから、成人式の日仕事だったんですよ。ただでも前撮りはしてたけど、せっかくだからって言って、朝ね、朝一時間かけて着物かな着て、会場あるじゃん、なんか成人式ある、会場まで行ったので、なんかもらったの、何か受付で。それでみんなに、おー、コロイって言われて、あ、おはよう、おはよう、あ、みんな素敵だね、みたいになって、え、バイバイって言ってんの。え、お前なんでもう行くのって言われて、あ、バイバイって言って、仕事なんだって言って、そう、式をやる前に、私は式に参加せず、そのまま、あ、でもその後時間あったから家族で写真は撮ったのかな？それですぐ仕事に直行したんですよ。そう、だから、同級生のみんなと過ごすっていう時間の思い出はないんですね、私、正直。で、ね、なかなか同窓会っていうのは行ってないね。この仕事をする前は参加したけど、この仕事を始めてからは、同窓会行ってない。みんなどうしてるんだろうね。だけど、実家に帰るので、地元に帰るとばったり会った小学校の時の同級生とかに、コロミって駅で声かけられて、はって振り返ったら男の子で、おい久しぶりだねとかって言って、したら、そんな遠くにいたのによくわかったねって、お前全然顔変わってねえからわかるよって言われて、うつだって言ったけど、フィルム写真をデータ化したってさっき言ったじゃないですか、顔変わってなかった。なんかさ、顔に凹凸のしっかり、こう目鼻立ちがしっかりしてる方だったら、なんかより洗練された顔になるんだけど、私あんまりその顔に凹凸ない顔だから、童顔っていうのかな、わかんないけど、だからそのまんまの状態で、なんか一応身長だけ伸びたみたいな、なんかそういう感じなんだろうね。そう、だから全然わかるって言われたね。体も心も大人になってるといいんですけれども。はい。ということで。あ、カワラッチャさんは素敵な大人になってね。はい。ということで、ふつおたはここまでとさせていただきます。ここからはこちらのコーナーをお届けします。ポジティブに解釈しました。こちらは身の回りで起きたちょっとネガティブな出来事をポジティブに解釈して送ってきてもらおうというコーナーです。私がポジティブに解釈しようと思ったのは、そう、目鼻立ちがしっかりした人、鼻が高い人とかいいな、いいなっていつも思ってたの。したら、とある方から、いや、でも小原ちゃんみたいな顔は多分30後半とか40とかになってもあんまり変わんないと思うよって。逆に目鼻立ちがしっかりしてる方が手入れが大変かも、メイクさんかな、言われて、じゃあいいやって思ったの覚えてた。小原のポジティブに解釈したエピソードでした。では紹介していきますね。ココネーム紫丸さんからいただきました。年末に給湯器が壊れてしまってお風呂が沸かなくなってしまったのですが、コンロでお湯を沸かして頭を洗ったり体を拭いたりして蛇口からお湯が出るありがたみが分かったので、貴重な体験ができたとポジティブに解釈しました。確かに。しかも年末だったから大変だね。でもまあ、今はもう無事なのかな。風邪ひいてないですか？ちょっと心配や。はい。じゃあ続けて、ココネーム71さんです。電車の遅延で1時間も駅で待ったけど、駅の近辺を散策したら美味しいたい焼き屋さんを見つけてハッピーになりました。はあ、なんか
心に ゆとりがあるからよかったね。コアラはそわそわしそうだよ。でもたい焼き、こんなものって美味しいよね。この前たい焼きじゃないや、なんかたこ焼きとかそういうなんか粉物系食べて幸せを感じた。はい、ココネーム AJ パンクさんです。卵と具材を混ぜて焼くだけの簡単にできるお好み焼きを作ったら形がぐちゃぐちゃになってしまったけど、かえってこっちの方が食べやすくてよかったです。どういうこと？どういう状態になった？まあ、うん、粉物は美味しいよね。もんじゃみたいになったのかな。はい、では続けて、ココネーム浜圭さんです。おみくじを引いて反響を引いちゃった。でも反響を引く確率は 13% ということで、ソシャゲのウルトラレアガチャで当たりを出したようで、ある意味大吉より嬉しかったな。反響って初めて聞いたかも。へー、13% ウルトラレアガチャ、そうなんだ、よかったね。はい、では続けて、ココネーム予備の予備林さんです。小原さんの朗読劇が楽しみすぎて浮かれていたせいか、会場に向かう途中で小原さんとお揃いのマライカの指輪をなくしてしまいました。でも無事に感激できたので、マライカだけにまあいっかって思うことにしよう。まあいっかってことか。大丈夫、この指輪いっぱい売ってるよ、マライカさん行けば。私も予備で1個持ってる。でも絶対今つけてるやつじゃないとダメなんだ。あの微妙に分厚さとか色合いが違うから、うん、ぜひまたお揃いにしてください。では続けて、ココネームブルーリボンさんです。先日夕食を食べるためにとあるチェーンの飲食店に一人で訪れました。ちょっと飲みたい気分だったので食事とともにグラスビールを頼んだはずが、出てきたのはどう見ても中ジョッキ。きっと私がとってもビールを飲みたそうにしていたから店員さんが気を利かせてくれたんだなと解釈しました。なお、お代はちゃんと中ジョッキでした。ちゃんと払いました。飲むの大変だったね。でもたまに、私も最近飲む、なんかたまに飲みたくなって、いつもはほろ酔いとかだったんです。最近ね、あの甘い、なんだ、フルーツのビールとかを飲んだりします。でもビールって太るって言うからね、たまにしか飲みません。はい、あ、でもね、あの無脂肪牛乳飲み慣れたの、もう美味しいって思うようになった。何の報告？はい、すいません。では続けて、ココネームココップさんです。鏡餅を飾ったら部屋が乾燥していたから3日で割れちゃった。でも部屋が換気できていることが分かったし、餅も食べやすい大きさになったから良かったです。いや、換気はいいんだけど、加湿しなさい。風邪ひくよ、マジで。喉やられるよ、ごめん、あのポジティブなのに。では続けて、ココネーム日丹子ブーストさんです。桃を剥いてみようと思ったら握りつぶして粉砕してしまいました。洗い物が増えなくてハッピー。マジ？まあリンゴよりは柔らかいんだろうけど、熟してたの？私ちっちゃい時にさ、ねえ桃だって、ね、ママ見てって言って頬ずりしたの。ママにやめなさいとかって言われたんだけど、知らないで、何って言ったら、もうその日チンチチクチクしてずっと痛かった。でも母に桃みたいになれてよかったねって当時言われたの覚えてる。あ、それもポジティブか。はい、読んでいきます。ココネームりょんりょんさんです。妻がお弁当を持たせてくれて、昼にどんな愛妻弁当が入っているんだろうと蓋を開けてみたら、みかんが一つだけ入っていました。これでビタミン C を取れってことなんだと愛情たっぷりのみかんを食べました。りょんりょんさん、何、夫婦喧嘩でもしてたの？え、お弁当、誰かにお弁当作ったこと皆さんありますか？小原はないです。お弁当作るって大変なんだろうね。
みかん1個だったら楽なんだろうな。いや、そんなの嫌だよね。どうなったんだろう、その後気になるけど。はい、ということでやっていきましたが、皆さんの身の回りで起きたちょっとネガティブな出来事をポジティブに解釈したエピソード、ぜひぜひお待ちしております。小原好みの心置きなく。してきました小原好みの心置きなく、お別れの時間が来てしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はココラジアットマーク joqr.net、 ココラジアットマーク joqr.net まで。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問や普通歌、何でも構いませんよ、ぜひ送ってください。そしてメールを送る際は郵便番号、住所、氏名を忘れずにお願いいたします。今回のステッカーなんですけれども、ラジオネームホワイトブルーさんにお送りしたいと思います。遠い土地から小原さんを応援していきますっていうコメントも嬉しかったです。あの場所の距離とかね、そんな関係ないからね。そしてぜひご家族と一緒に住むと思うので、たくさん助けてあげてください。私も改めてなんか親のありがたみをちょっと感じた一通だったなと思って、お互い親を大事にしようという気持ちを込めてステッカーを送らせていただきますね。はい。そして現在 A&G ショップにて、小原好みの心置きなくと白石遥香のポカポカタイムのコラボグッズが発売中です。手に取ってくださった方たくさんいらっしゃって非常に嬉しいです。ありがとうございます。そして前回もお知らせしたんですけれども、もうすぐ番組が200回ということで、200回記念に向けてリスナーさんからメールを募集したいと思っております。題してココラジミニ作文大会、ココラジと僕、またココラジと私という題名でミニ作文を書いてきてもらいたいと思います。文字数は200回を記念して200文字程度とさせていただきます。内容はココラジとの出会いでも、ココラジの感想でも、ココラジとの思い出でも、ココラジにまつわることなら何でも OK です。メールは、2月5日なので本日ですね、本日中に送ってきていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。では私からのお知らせです。現在全国各地でかぐや様を告らせたいファーストキスは終わらないが上映中です。上映スケジュールは劇場のホームページをご確認ください。そしてテレビアニメもう一本では白石亜美という役で出演させていただいております。熱い青春物語です。こういうの大好きですっていう話を先日あおちゃんとしてました。はい、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。そして今回の今週の一言は、ココネームケイさんからいただいた一言です。不機嫌なココちゃん。なるほど、わかりました。ではそろそろお別れです。ここまでのお相手は小原好みでした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしましょう。バイバイ。はあ？なんで来週のココラジ聞けないの？仕事？私と仕事どっちが大事なの？すごいマジトーンで言ったけど、私はこういう人ではないです。仕事に専念してください。